スーパーサイヤ人ゴッドになったらどんだけ強くなるのかな。ビルス様がお待ちですよ。そろそろスーパーサイヤ人ゴッドになってみませんか。せいぜい楽しませ。よし、どうだ、ゴッドになった感想は。おっと、ありゃあ、これはどうかな。いや、まだ、スタート。わっ、こうして鍛えられて随分とできるようになったみたい。僕の見立てでは今の位置に到達するまでもっと時間が必要だと思っていた。思った以上に早かったんでちょっと驚いたよ。あるじゃないか。
本当に久しぶりだよ。僕を相手にここまで戦える奴に会えたのは。しかもスーパーサイヤ人ゴッドの力を短時間で自分のものにするとは本当に面白いやつだ。スーパーサイヤ人ゴッドになれるようになったということは、あなたも神の一端に触れることになります。むやみやたらと振り回していい力ではありませんが、あなたなら大丈夫でしょう。そういうことでいいんですよね、ビルス様。いずれお前の力が僕の役に立つ時が来る。その時までせいぜい力をつけておくことだな。期待を裏切るんじゃないぞ。アンガトナービル様。これで修行は終わりですね。お疲れ様でした。私もなかなか楽しい時間を過ごせましたよ。あ、そうだ、あのさ、ウィスさん、また修行したくなったらオラの相手にしてくんねえかな。ほう、ウィスさんとの修行はすんげえ力尽くしよう。だからな、頼むよ。ま、いいでしょう。ビルス様の相手をしてくれましたし、特別サービスですよ。やったー、アガトナー。